はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ね。どちら様ですか？この先行っても何もないじゃん。あら、顔がある。わしやとお前、後をつけてきましたか。やはりの朝様なのです。あなた、まさかモルタ？ノア様の世話役を務めさせていただいていました、ウォルターです。また騙されてしまったのね。あなたもファントムダーガーで作り出した幻影なのでしょう。ノア様、ファントムドラゴンの幻影はこれは幻影だという理解があれば無察して消えてしまいます。私が幻影なのは、ノア様が私を幻影だと疑った時点で消えてなくなるのです。初耳よね。証拠はあるんかしら。さすがノア様、用心深いですな。ではどうでしょう。ノア様と私しか知り得ない情報で確認するという。幼少の頃はあなたを本気で怒らせた時の現場になったかしら。あっ、思い当たる節が多すぎますが、私が寝ている間にひげをすべてむしり取ったことですかね。いえ、あなたがひそかにしたためていた刺繍を従者たちの前で音読したことよ。ああ、そちらでしたか。あの時苦笑いが通ってこびりついて離れませんぞ。なるほど、本当にモルターあなたなのね。え、本当に本当にご無事で何よりでした、ノア様。申し訳ございませんでした。辛かったでしょう。寂しかったでしょう。本当によく頑張りました。していたの？運のいいことに行き倒れているところをガルバ国の漁師様に助けられまして、この10年間はその漁師様の屋敷に仕えておりました。あれからこの町には？もちろん何度も足を運びました。王様と王妃様の名前が彫られたお墓がありましたので、墓を建ててくれた方にお礼だけでもと思っておりました。時々花が備えられることがあったけど、あなただったのね。ええ、まさかその方がノア様だったとは思ってもいませんでしたが、それにしても本当によかった。カール様もさぞお喜びになるでしょう。彼も生きているの？え、私と共に領主様に拾われ、しばらくは彼も屋敷に住んでおりました。今はたまに帰ってくるぐらいで、はたがたへ出向かれているみたいです。詳しいことは話してくれませんが。カール、今度帰ってきた際にはぜひ会われてあげてください。どうする？質問を返すようですが、どうする？今は
今はどちらでどのように生活を。いろいろ話したいことあるけど、今はお仕事中なの。後日ゆっくり話せへんかしら。そのようでございましたか。これは失礼いたしました。何のお仕事中ですかな。ファントムドラゴンの調査をしているわ。私、竜騎士なの。竜騎士ですか。さすが、アーマー様。その年でファントムドラゴンの調査を任されるとは。ヨルタ、さっきあなたはファントムドラゴンについて知っている方やったけど、どこまで知ってんの。残念ながら私も詳しいことはわかりません。以前、カール様から教えていただいたことを覚えていただけです。話をした方が良さそうよね。明日あなたが住んでいる屋敷に行っても構わないかしら。そのお嬢様には挨拶しておきたいし。事情を話せば両者様も関係してくださるでしょう。取り合っておきます。ありがとう。ではノア様、今日はここに失礼いたします。戻って歓迎の準備を整えなければなりませんので。余計な気は回さんでええのに。さて、仕事に戻らないと。あっちはそろそろ忍び終わってる頃かしら。よいしょ。ちょっとまだ行ってないところあるもんね。よいしょ、こっちこっち。危ない危ない危ない。危ねっぺよ。あれ入れへん。こっちには何もなかった。1000円以上。お、フィリシアさん、そちらはどうでしたか。あっちは収穫なしよ。あっちはダメやったよ。そっちはどうやった。見せられたってことは、でこの近くにファントムドラゴンが。わからないわ。でもこの町におることは事実よ。もっと情報を調べてみよう。姿だけでも見られるかもしれん。幻影に対しては幻影であるという理解があれば打ち消すことができるわ。なるほどね、覚えとくわ。ところでどうした。なんかちょっと目赤いけど。目に雨が入ったよ。うえい。え、グランスケ、なんでこんなとこに。騙さないで、これも腐るかもよ。なるほど。なるほど。今のがファントムドラゴンの幻か。確かに幻影だと理解した瞬間消えちゃいましたね。幻影の対処法は今の感じで大丈夫なの。無視してみましょう。よいしょ。うん。いや、面白いな。体に重曹あるしな。
ちょっとランダムエンカウント鬱陶しいな。行かれへんのかい？おお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 お。グラフ隊長が出現。こいつ、ここの出来出しが違うな。隊長クラスか？隊長やらか一生懸命に同じように対処すれば。消えない？何こいつ？幻影ちゃん？先生の手じゃないです。ここは応戦しましょう。弱点なし34000。うえっふううえっふううえっふう。どうする？どうする？どうしようかな。どうしようかな。ヘルゲート。3回行こう。4回攻撃。うわ、あーら、単発やった。ほいほい。あの精神力リソンか。そうか、マーギか。マーギだからか。そうか。ザギゲッパッ、ザギゲッパッ。あお、フルフル。あーちょっと待った。あーすごい。残虐パック残虐パック。あーおうわっ、わったー。グラフス万歳。ちょっと話しちゃうやん。今の幻影、強い威力が込められてた。どうやらファントムドラゴン特性やったみたいやね。あの、何体も立たれたら、それこそあのカイザードビシですよ。情報が少ない中で深入りするのは危険や。今日のところはここで引き上げよう。あ、子供の頃かな。お母様。あら、どうしたの。ロア、悪かったら面白いんですよ。目玉まで卑怯を向かってることに気づかないよ。もの
バターウォルターをからかって遊んでいるのいけませんよ。ほどほどにしておかないと。はい、わかりました。お母様、今度はいつお父様とお出かけできますか？それ、お父様の仕事が忙しいからすぐには無理かもしれないですね。そうですか。そんな顔しないで、きっとまた三人で行けるわ。それなら私、またあのお花が咲いてる他に行きたいです。もちろんいいですよ。それまでおじょらしくいい子でいるんですよ。はい。懐かしいね。昨日のことが影響してるかしら。ういしょいと。さてお屋敷に行くのよね。おう、リシアさん。あら、セルナちゃん、おはよう。今日は任務はないでしょ？どうした？昨日のことがあったって、リシアさんのことが気になって。心配してくれてありがとう。でも、みちゃん大丈夫よ。もう、悲しい過去とは決別できたから。さすが、強いですね、フェリシアさんは。セルナちゃん、ところでフェリシアさん、今日はどんな予定ですか？今日はガルバに行こうと思ってるの。ガルバですか？ちょっと古い知り合いに会いに行くよ。そうですか、たまにはゆっくり過ごされてくださいね。よかったらセルマちゃんも来る？私もですか？ひょっとしたらファントムドラゴンに関する情報を依頼できたいかもしれんから。なるほど、そういうことにしたら応答しますよ。ありがとう。よいしょ。ああ、何もおかわりはないわね。なんかないかな。レイコンの涙が荒れへんのよね。レイコンの涙が荒れへんのよね。でこの暴食と色欲がね、まあどこかわからへんでよ。夜はイリラちゃんじゃないですか？おい、イリラちゃん。ああ、あんたら、何しな？ユウからフェリシアさんとガルバへ行くんです。ファントムドラゴンに関する情報は言うのかもしれんけど、あなたも来る？ごめん、今回パス。ちょっと別の用事あるし。でしたか。それなら仕方ないですね。一つの用事ってデート？別に大した用事ちゃうで。なんだかイリナちゃん元気ないですね。誰だってそういう日はあるわよ。今回は二人で行きましょう。好きですね。そうね。
行かないんですか？え、行く？なんかないかな？なんかないかな？なんかないかな？なんもねー。あ、肩踏んだらいけん。鼻踏んじゃいけん。なんもなかったってよ。えー、しょい。これはこれはノア様。よくぞいらっしゃいました。お邪魔するわ、ウォルター。ノア様。おや、そちらはノア様。ご友人ですかな。彼女はセルマン・カールと仕事仲間なの。そうでしたか。セルマ様、いつもノア様のお世話になっております。私はかつてノア様の世話係を務めさせていただいておりました、ウォルターというものです。以後お知りおきを。よろしくお願いします。リシナさん、この方とはどういったご関係で？彼の言った通り、彼は私が幼い頃の世話係だった人よ。ノアというのは私のミドルネーム。フェリシアさんってお嬢様だったんですね。ノア様、もしや身の上を話されていないって？そうね、誰にも話したことはないわ。であれば、これを機に話された方が良いのでは。そうね。セルマちゃん、実は私、セレスティ王国の王女なの。だまされませんよ、フィッシュさん。そうやってまた私をからかおうとしているのでしょう。いや、ほんまやねんけど。あ、いいですよ、フェリシアさん。いくら私でもそんな見えすぎた嘘はお見通しですよ。普段が普段やから。胃から出たサビですぞ、ノア様。まあいいわ、ウォルタ、ヨウ様のところへ案内してくれへん？手が応接場となっておりますので、そちらまでお願いいたします。こっちが応接場。よいしょ。ああ、なんぼほどドア開けんねん。なーんか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 ないか。宝箱的なもんがないか。ガルバ闘技大会。ああ。あれか。おっと、やったー、テクルバクだー、5000円。読めない。しょう。しょう。よく。ペール。ペールは、顔がないんか。よくぞいらっしゃいました。あなたがセルシアの王女様ですな。私はこの地を治めている領主のペール・ハンメルトというものです。以後、お見知りおきを。はじめまして。フェリシア・ノア・ハルムホルムです。話を伺っています。ウォルターを救ってください。ありがとうございます。いや。
彼はそれ以上に私に尽くしてくれました。礼を言いたいのは私の方ですよ。もったいのございます。しかしあの日から10年ですか。時が過ぎるのは早いものですな。フェリシア様は当時まだ幼かったでしょう。あの日から今までどのように生活を。ペール様。ああ、私どうしたことか。すみません、辛いことを思い出させましたね。いえ、構いません。いい機会です。ホルターにも話しておきたかったですし、聞いてくださいますか。こうこう、しかじか。突然攻め込んできたグラフス軍に、アナスタシアは瞬く間に戦火に包まれ、町の人々は蹂躙された。お父様はグラフスに応戦するために私とお母様を城に残して出て行った。絶対に戻ってくる。それまでお母様と待っていなさい。その言葉を最後に、お父様と会うことはなかった。おそらくそのままグラス兵にやられたんやろ。それからもグラス軍の進行は止まらず、ついに私とお母様がいる部屋の目前まで迫っていた。王室は目の前だ。我々の勝利も目前だぞ。お母様、どうしましょう。とうとうタグの援軍は間に合いませんでしたか。逃げましょう、お母様。正面が無理なら窓からでも。ノア。お母様、一体何を。ノア、何があっても絶対にこっから出てはいけませんよ。いつか必ず助けが来ます。それまではこの中で静かにしていなさい。お母様は。ごめんなさいで、ノア。でもこれしかないの。聡明なあなたならわかるわよね。お母様。強く生きなさい、ノア。あなたの人生を。いたぞ、王妃だ。観念するんだな。この国はもう終わりだ。殺したければ殺しなさい。でもこの国は終わりではないが。弱い音を。お母さん、私はクローゼットの中で声を殺して震えているだけだった。部屋の中の気配がなくなった後も、私はただひたすらに助けが来るのを待った。その間、私の頭の中を巡っていたのは、国と家族を失った悲しみ、何もできなかったことへの後悔、そしてグラフスに対する深い怒り。永遠のように感じたが、実際は1時間ぐらいいたよ。もうエイド国からの応援が到着し、私は保護された。でも私がすぐにその保護から逃れた。自分ばかりが助かって、のびのびと生活をしているのが耐えられなかったから。まだこの頃はまだ顔グラフィック壊さない。許さない。グラス。私の味わった苦しみを、あいつら。行き倒れているところに偶然通りかかった老いた竜騎士に私は保護された。私は初めて竜騎士というものを知り、その日を境に取り憑かれたように竜騎士の訓練に励んだ。不信なり力をつければ、いずれはグラスに復讐できると信じて。
なるほど。それでフェリシア様は竜騎士を目指されたのですね。フェリシアさんにそんな過去があったなんて。さぞりっかったでしょう、グラフスのことが。え、とても。でも、もう復讐なんて考えていません。そんなことをしても誰も得しないですし。ご立派です、ノア様。思い出したくもないようなことを話してくださってありがとうございました。では心ゆくまでくつろがれていってください。心ばかりですがおもてなしいたします。ありがとうございます。ところでベールさん、今日はカールはいないのですか？今日はいないですが、彼はほとんど屋敷にはおらず、あちこちに出向かれているのになんとも。そろそろ周期的に帰ってくる頃ではないでしょうか。ちょうどよくストー総長。うん、フェリシア様が良ければカール殿が来るまでこの屋敷に滞在されても構いませんよ。ありがとうございます。お気持ちは嬉しいですが、今日来なければまたの機会に。わ、花輪くんタイプや。さあどういう声当てにする？お久しぶりです。今帰りました。おお、カール殿、ちょうどいいところに。おや、客人がいらしてたみたいですね。これは失礼を。カール、お久しぶりね。あなたに会うなんて、あれから何年経ったのかしら。ノア、なのかい。そうですとも、カール様。ノア様もあの日、奇跡的にも敵兵の手から逃れたのです。本物、なんだね。偽物に見えるかしら。そうか。あ、いなかった。私は男を性的にいじめるのは好きだけど、向こうから来られるのはちょっと想定外だよ。何この好きな人の前ではなんか豹変するみたいな、この吉本新喜劇みたいなこの展開。あノア、生きていたなんて夢みたいな。ノア、ノア、少し落ち着きなさい。ノアの匂いだ。ノアの匂い。何してるんですか。匂いフェチの人ですか。カール様、よかったですな。やめさせた方がいいと思うの。ああ、申し訳ない、少々取り乱してしまっていた。改めてお久しぶりね、カール。まさかあなたも生きているとは思わなかったわ。私は信じていたよ。ノアなら必ずどっかで生きていたと。あの、フェリシアさん、この方とはどういったご関係で。なんというか。私がご説明しましょう。カール様はセレスティア国の長男である。セレスティア国の名家であるバレンティア家のご長男。ノア様の幼い頃からよくしていただいております。では冬の幼馴染というやつですね。それだけじゃない、私とノアは将来を誓い合った仲なんだ。将来を誓い合ったって、つまりそのいわゆる言い名付けっていうやつよ。
でもそれは親同士の政略で関係勝手に決めたことよ。今となっては関係ないわ。何を恥ずかしがってるの。あのは君も私との結婚を喜んでくれていたやないか。それは昔の話よ。そうだね、確かに皆の前で公言するのは恥ずかしいか。話聞いてる。こっちにはいつまでいられるんだい。好きなだけゆっくりしていくといいよ。私の屋敷なんだが。カール、今回は休校をぬくめるためだけに来たわけやないよ。というと？あなたがファントムドラゴンについていろいろと詳しいと聞いたから話を聞きに来たんよ。事情はわからないが、君の頼みなら喜んで話させてもらうよ。ここで話すのもないが、私の部屋でゆっくり 3P と行こうじゃないか。後で伺うわ。よいしょ。カール様はさぞ喜びでしょう。送るわけでもないノア様に宛てた手紙を書き溜めているぐらいですからな。いやー、でもそういうキャラってね、ものすごくね、共感するわ。カールさん相変わらず素敵かっこハート。やつの部屋はどこになんね。やつの部屋はどこになるんじゃい。ここじゃなかった。こっちやった。ガラナを用意して待っていたよ。ほな、早速やけど。その前にちょっといいかい？こちらのお嬢さんはどちらさんかな。お、申し遅れました。私、竜騎士のセルバーカールと言います。私の仕事仲間のトラコに関する情報を彼女に一つだよ。思て、はじめまして、セルバーさん。私はカール・バレンティア。それにしてもいつからこの電車に。カールさんが帰ってきた時からいましたけど。申し訳ない。ノアのことしか眼中にない。その点は大丈夫です。本題に入るけど、あなたはファントムドラゴンについてどこまで知ってんの。では私が知れる限りの情報を話そうか。何について聞く。まずは生態。奴が好物としているのは人の迷いや惑いといった感情や、故に言語を駆使して人々がそういった感情を摂取しているんだよ。いつもドラゴンやね。あと戦闘能力に関してやけど、ドラゴンそのものは大した力を有していないらしい。まあ、ウルトラマンガイアでいうところのサイコメザードみたいなもんだ。ただし言語を駆使した戦い方をするみたいだから、もし戦うことがあれば気をつけた方がいいね。サイコメザードや。幻影について、やつの幻影は幻影を見せられているという理解があれば消えてしまう。逆に言えば幻影だという理解がなければずっと気づくことはできない。もう不自然な現象が起これば幻影だと気づきそうなもんですけど、気づけないことってあるんですか。例えば今目の前にいる私が幻影かもしれないなんて疑いすらしないよ。ファントムドラゴンが作り出す幻影が不自然なものだとは限らんのよ。なるほど、それは厄介だね。行きましょう。基本的にはアナスタシアに住み着いているね。残念ながら私もその姿を拝んだことはないんだ。し
近くにいるかどうかの判断材料としては、やつが作り出す特別な幻影がある。特別な幻影、消えてなかったあの幻影のことでしょうか。おそらくそれで間違いないと思うよ。あの幻影は通常のものより多くの流力が込められている。その幻影を維持するためには近くで流力を継続して供給する必要があるみたいだからね。ある程度ダメージを与えると維持できなくなって消えるっちゅうわけね。そういうことじゃよ。私が知ってることはこんなところかな。ありがとうカール、参考になったわ。それにしてもカールさん、そんなことはね、よくご存知ですね。私も個人的にドラゴンについて研究していてね、いつの間にか詳しくなってたよ。ドラゴンの研究なんて昔から知ったかしら。いや、私が研究を始めたのはあの戦争からしばらく経ってからよ。戦争期にドラゴンの研究を。ああ、君たちは流力というものを知っているかな。流力よう知ってるわ。流力というのは大昔にドラゴンから人間に送られたと言い伝えられている光力のことよね。その人知を超えた力を求めていろいろ研究しているというわけさ。人知を超えた力、そんなものを手に入れて何をしろっていうの。セレスフィア王国の復活だよ。なあ、何ですって。復活ってセレスフィア国を作り直すということですか。ああ、ありてに言えばそんなところよね。流力を使ってどう復活させるというの。流力そのものにも膨大な力が秘められているけれど、流力はあくまで鍵でしかない。あまり詳しくは話せないけど、流力が全て揃えばセレスフィア国の復活も夢ではないはずなんだよ。本当に夢物語ね。第一、流玉はライオン王の死後、行方知れずになってんのよ。そんなものに従うぐらいなら、自分の手で地道に復興する方が現実味はあるわ。違うんだよ、ノア。それでは復活とは呼べないんだよ。どういうことか理解しかねるわ。ノア、君も私と同じ思いやろ。もう一遍あの美しかった街をこの目で見たい。そのために10年近く研究を続けてきた。そして流玉のありどころも目星がついてる。ありがありかや、うん、協力してくれないか。君が一緒にいてくれたらどんなに心強いか。先日両親の墓の前で誓ったわ。いずれはセレスフィア国を復興させると。私もあなたと同じ思いよ。もう一度あの輝いていた日々を取り戻したい。ノア。でも私はセレスフィア国の王女として誓った。便利な力に頼って復興するのではなく、私自身の力でやりたいよ。だからごめんなさい、カール。あなたはあなたのやり方で頑張って。そうかい、そうかい、瀬戸内海。でもそんな気も素敵だ。ますます君に種付けしてしまいたくなるよ。それは薄い本でお願いね。ところで今日はもちろん泊まっていくよ。君とは10年間分の愛を育まないといけないしな。愛を育む、ほんまに種付けする気ですか。いいえ、帰るわ。セルバちゃんもおることやし。私は変わらないください。あの、一人でも帰れますから。どうせなら二人とも泊まっていけばいいじゃないか。きっとペールも歓迎してくれるよ。 3P できるし。ありがたいけど仕事の都合もあるし、ちょうどうちに帰らせてもらうの。そうか、残念だ。いいんですか、フリシアさん。愛を育まなくて。別に必要ないし。ポポポポポ
バッサリと。それではカール様、気の毒です。なあ、そのツンデレな態度も素敵だよ。ああ、それはそれで喜ぶタイプの方でしたか。エールコックリハーだと言おうとしたらちょっとね、結構長い時間取ってたね。はい、ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。